はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビジです。では、今回は、提督の決断法、パープキット PS2 版、空母を使用しない空母禁止プレイの続きをやっていきたいと思います。で、少しプレイの方を進めていまして、イギリス軍からマダガスカルを奪取しています。そして、なんとですね、ドイツ軍がすごく頑張ってくれていて、多分今まで僕の提督の決断法のプレイしてきた中で、ドーバー海峡をドイツ軍が自力で取ったのは初めて見たと思うんですけど、ドーバー海峡、ここをドイツ軍が占領してくれています。よって、残ったイギリス軍の拠点はジブラルタル海峡だけになっています。今回はこのジブラルタル海峡、攻略していきたいと思っています。で、このジブラルタル海峡の何が恐ろしいかというとですね、イギリス軍8個艦隊入ってるんですね。ドーバー海峡が落とされて、唯一残ったこのジブラルタルに、全戦力をかき集めてきているという状況です。なので、まあ、ここをね、しっかり取らなきゃいけないんですが、戦力もね、充実してるんですよね。戦艦に空母に、かなり硬そうなので、まあ、時間はかかりそうかなというふうに思っています。まあ、ただ、ここを取ってしまえばもうイギリス軍をね、考えなくて済む。アメリカ軍だけに専念できるので、何としても取っていきたいと思っています。で、我々の戦力なんですけども、まずはですね、なんといっても新しくですね、前回設計していた、従順。これがね、ロールアウトしてきていて、配備が進んでいます。このキツツキ型の従順ですね。対艦攻撃力 B20.3 の療養砲。さらに4連装4機の魚雷。そして対空防御としては、降下具砲8機、機銃100門ということでね、かなりの戦力になっています。今回は、これらの戦力を使ってジブラルタル海峡を攻略していきます。で、作る船なんですけども、もう、このキツツキ型の従順、先ほどご紹介した従順ですね、これを完全に量産してですね、数で勝負すると。天下無双型の戦艦は数作ると17週間かかるので、まあ、実質数が作れないという状況もありますので、まあそうならないようにですね、ここは、キツツキ型の従順中心で編成を進めています。では、艦隊動かしていきましょう。ジブラルタル海峡にね、突入をしていきます。敵、8個艦隊。これと、どう戦うんだと、いうところですね。敵連合軍艦隊、西地中海に進攻ということで、これ防衛戦になりますね。ちょうど西地中海で敵の艦隊と遭遇戦に入ったという状態だと思います。これ、ジブラルタルに8個艦隊入られてるよりかは、こういうところで確実に防衛戦を展開して数を減らしておけるというのは大きいので、頑張りましょう。で、西地中海の方には、敵の艦隊がね、何個入ってくるかというのと、あと、ドイツ軍の空軍が、まあ、夜が明ければ、支援に入ってきてくれると思うので、そのあたりもね、うまく使っていきたいと思います。まずは敵の戦力がね、どれほどのものかというのを確認して、空母がいれば空母をいち早く倒していきたいと思います。では、始めていきましょう。西地中海でできるだけ敵の艦隊を倒しておきたいなーっていうね、そういうところになります。まずは敵のね、艦隊の位置を探りましょう。マップの下の方に敵の飛行機がいますね。あそこに敵の艦隊がいると見て間違いなさそうだな。敵の艦隊に発見されてますね。早いな、敵の方は。飛ばしてくるのが。我々も偵察機を飛ばします。大体敵のおよその位置が分かりましたね。第5艦隊でマップ上側にいる敵の艦隊を攻撃に行きましょう。第6艦隊と第8艦隊でマップの下側にいる艦隊を狙います。まあ、ここで戦力を失いすぎるとね、結局
ジェブラルタル海峡に突入する戦力がなくなるっていうのもあるので、味方の戦力はね、できるだけ温存できたらいいなというふうには思います。かなり大規模な戦力だな。今画面の、手前が敵の艦隊です。空母が、パッと見だけで3隻4隻いますね。ここに今第6艦隊が画面の奥から、砲撃をしながら突入してきているという場面です。敵の艦隊がここで回答しましたね。これは絶好のチャンス。追いかけて後ろから叩いていきましょう。陸戦隊を積んだ揚陸艦は全艦撤退命令を出してあります。ドイツ軍の空軍がね、ちょっと思ったよりまだ機能してないですね。武蔵型の戦艦が撃沈されてしまってる。いや強いな、イギリス軍やっぱりここに来て。んー、ちょっと舐めてた感じはしますね。反省だな。少し戦力的にきつくなってきているのが目に見えてわかりますよね。イギリス軍はね、空母が日本ほど脆弱じゃなくて、艦載機の数は少なくても、沈みにくい装甲がね、防御力がしっかりある空母が多いので、簡単には落とせない、沈められないっていう状況が今、ジレンマになってますね。ちょっと舐めてたのが、如実に出てるのが、武蔵と同型艦の海大和型の戦艦を失ってしまってるっていうのがね、基地攻撃では、やっぱり大和型の46センチ砲、相当火力出るんですけど、それをここで失ってしまったっていうのはちょっと痛いかな。第6艦隊も戦力がだいぶ低下してますね。第6艦隊が事実上壊滅させられたな。このパターンはちょっと完全に考えてなかったですね。揚陸艦6隻は逃がしてますが、第6艦隊はちょっとこれはもう壊滅ですね。残りの艦隊で何とかしましょう。味方第6艦隊は壊滅。一方敵の3個艦隊のうち2個艦隊は壊滅させています。残り1個艦隊ね、今交戦中です。第6艦隊壊滅という状態なので、ジブラルタル海峡攻略戦ちょっと一旦見直した方がいいかもしれないですね。はい、西地中海の防衛は成功しています。損害がね、少し多く出てしまっているので、ジブラルタル海峡への突入は、ちょっと一旦見送る必要がありそうですね。イギリス軍の艦隊ご覧のようにほぼ壊滅させています。ただ日本軍の方もご覧のようにかなり艦隊ダメージ出てしまっているという状態なので、一度ジブラルタル海峡の攻略を中止します。敵がハワイに侵入してきてますので、ハワイの防衛戦を行っていきます。しっかりとね、防衛できる戦力は用意してありますので、油断はしないようにというのはありますが、確実に潰していきたいと思います。はい、ハワイの方ですが、艦隊にダメージ出ましたが防衛には成功しています。基本路線ジブラルタル攻略というのは変えずに続けていきましょう。ではジブラルタル海峡に突入をしていきたいと思います。まず第5艦隊、ここには揚陸艦5隻入った従順中心の艦隊です。これをジブラルタル、さらにこちらの艦隊は戦艦1、従順4、軽順11という艦隊です。そしてこれがですね、最新鋭の艦隊になりますが、風林火山型の戦艦が2隻、それと従順キツツキ型ですね。これかなり自信持って作った従順新型艦になりますが、20.3 センチの両用砲、前8門後ろ2門、さらに広角砲8基、機銃100門というね、この引き続き型の従順14隻という艦隊です。これを投入していきましょう。
シェトランド沖にドイツ軍が侵攻してくれて、イギリス軍の第三艦隊ダメージ与えてますね。敵連合軍艦隊マダガスカル沖に侵攻。これの防衛戦ですね。ちょっとね、数が少ないので心配なところなので、逃げ切り作戦でいきたいと思います。はい、マダガスカル防衛成功しています。まあ、潜水艦隊がね頑張ってくれたんですが、潜水艦も沈められているので、一刻も早くイギリス軍を叩いて、このねマダガスカルが安全な場所にしたいと思います。ではジブラルタル攻略戦始めていきます。これ一ターンで攻略できたら本当にありがたいんですけどね。まあ、どうなるかというところかな。もちろんね、夜間に出撃をしていきます。艦隊は、まあ、それぞれ、分けて出撃していきましょう。団子になるのが一番怖いですからね。第一に敵の飛行場、第二に敵の艦隊というように、まずは敵の飛行場で、優先して、片付けるというのに専念したと思います。で、夜間なので、まず陸戦隊ね、数出して、陸戦隊で敵の飛行場を潰すという戦い方ですね。早速敵の艦隊と、もうガチンコだなこれ。本当に海峡、ジブラルタルの海峡ですね。海峡のところでガチンコでぶつかり合ってるっていうね、そういう状態になってますね。そしたら、これだともう陸戦隊を投入しておかないと、もう変な話、陸戦隊がねやられちゃう可能性があるんで、敵の攻撃で陸戦隊出せるようなタイミング来たらすぐに出していきましょう。まあ、ただこの打ち合いはね、我々としては願ったりかなったりですね。特に敵の空母がいるような場合には、こういうね接近戦で沈められれば大きいですからね。陸戦隊をさらに出していきます。敵味方、まさに入り乱れた戦いになってますね。今第5艦隊の方から揚陸艦2隻、2つの部隊を飛行場の方に出撃させました。これでねどれくらい削ってくれるかっていうところが期待ですね。上陸部隊が壊滅させられたが、夜なのでね、もうちょっと、働いてくれるかなと思ったんですが、まず陸戦隊が1回目、壊滅してます。ここは敵に発見されてるし、ライトをつけて、精度の高い攻撃で一気に敵の艦隊を壊滅させていきましょう。全部の陸戦隊発進させました。なんとかね、一つ目の飛行場でもいいので破壊まで持ち込みたいなという思いからの全陸戦隊発進です。戦艦が2隻中2隻沈められてしまったな。いや、相当打ち合いになってお互いに戦力を減らしてますけど、夜が明けるとね、敵の飛行場から航空機が飛ぶことを考えるとちょっと辛いですね。さらに敵の増援、5個艦隊いるのは確認しているので、今1個艦隊壊滅させて1個艦隊増援が来たので、これで、残り4個艦隊という状態ですね。敵の飛行場1個目の破壊完了してます。第5艦隊の方で、マップの上側にある飛行場をもう1つ潰しに行きましょう。第8艦隊だいぶ戦力低下してますが、第11艦隊と連携して、マップ中央にいる敵の艦隊を叩きます。夜明けまでにね、できれば敵の空母は壊滅させて、敵の飛行場もね潰しておきたいところなんですよね。では第11艦隊、一番下側にいる艦隊ですね、この艦隊も敵の一番下の飛行場に向かいます。雨がね、あとはいいタイミングで降ってくれたらいいなというところかな。これで一番最初に出撃してきていた敵の3個艦隊は壊滅させていると
という状況ですね。増援の艦隊がどこからかもう1個2個現れてもおかしくない状況なので、そこを、ね、確認しつつ敵の飛行場を潰して、待ち受けましょう。敵の艦隊発見してるな。これ第5艦隊を向けた方がいいかもしれないな。第5艦隊を向けましょう。位置的には第5艦隊ですね。第8艦隊は火力出ないので、敵の航空基地攻撃は見送って、敵の艦隊を先に潰しに行きます。第11艦隊は予定通り敵の飛行場の破壊に向かいます。増援部隊にも空母がいるのか。敵はさすがだな。敵の飛行場2つ目ですね、3分の2ぐらい破壊してます。このまま破壊を続けます。第8艦隊が少し戦力低下していて、第5艦隊がね、ちょっと動けてない状態です。さあ、あと飛行場を破壊すればイギリス軍の艦隊はこのジブラルタル海峡から一掃したので、占領ができるというところまで持ってきました。もう艦隊はボロボロです。ですがこのままジブラルタル海峡を取れればイギリス軍がね降伏しますので、だいぶ攻略が進むと思うのでこのままご利用します。はい、ジブラルタル海峡の攻略完了になります。これ残ったのはアメリカ軍になりますね。味方の損害もご覧のように第8艦隊は壊滅してます。はい、イギリスが降伏ということで残された敵はねアメリカということで、次回ついにアメリカとの決戦に挑んでいきたいというふうに思います。今回はここまでにさせていただきます。